はい、こんにちは。ジェネテックの水口です。今日はですね、新商品を紹介いたします。フードシールドのマックス。フードシールドマックスです。はじめまして。こちらの商品はフードシールドの大型版となっております。大きさですけれども、だいたい従来品の約2倍ぐらいの大きさです。で、従来品が軽トラであれば、こちらはトラックみたいな、そういう位置づけになっています。で、具体的な特徴ですけれども、3つございます。1つ目がですね、圧着面。こちらが広く、そして圧着の、なんて言いますか、厚みもですね、厚くなっているというものになります。で、2つ目がディスプレイが細分化されているというところです。より使いやすくなっています。で、3つ目が、空気の充填包装。こういう包装ですね。空気を吸うのではなくて入れる、そういう包装もできるようになっています。で、具体的にですね、それぞれ少し詳しく紹介をさせていただきます。圧着面です。まず。従来のフードシールドが圧着面、最大幅で、27センチ。圧着幅が27センチ。こちらの商品ですと、40センチまで対応しています。なので大きな袋も対応しています。で、圧着の厚みも今まで5ミリだったのが8ミリになっています。なので、約 1.6 倍ですね。の厚みになっています。で、具体的にはこのぐらい違いがあります。ちょっと見えにくいですね。この左側が5ミリ。右側が8ミリとなります。こうですかね。結構違いがあります。はい。で、次にですね、ディスプレイです。液晶が2つ搭載されています。真空時間とシール時間、それぞれにディスプレイを表示しています。ただ真空時間とシール時間、それぞれにこの加減のボタンを配置しています。なので、パッと見で今どういう設定になっているのか、また設定を変えるときもボタンを押すだけ、ワンクリックで変えられますので、非常に操作性がですね、良くなっております。で、最後に、空気の充填包装。これがですね、結構簡単にできるようになっています。で、まずですね、どうしようかな。まあ、どんな感じなのか、どんな感じで、真空包装できるのかというのを実演で、紹介させていただきます。この袋ですね、こちらが26センチで、こっちが35センチという袋です。で、中にはカッター、一応便宜上入れています。やってみましょう。使い方はですね、通常のフードシールドと変わりません。袋を、ノズルをですね、袋に入れてこうします。35センチでも、まだ全然余裕があります。で、少し前に持ってきて、ボタンを押します。で、今ちなみにこれマニュアルモードになってます。こういう形で、まあ3秒とか5秒とか、という形で設定することもできます。まあ、取り急ぎはマニュアルでいきます。ここからですね、で、空気が抜けます。そしたらこのボタンを押して、で、今圧着時間は5秒で設定してます。はい、こういう形になります。隅々までしっかりと圧着がされています。で、これがですね、もう三方シールの、工場出荷時の袋 あのシールの幅なんですけれども、それと、ほとんど同じぐらいの幅で圧着することができます。なので非常に圧着面が綺麗です。で、しっかり真空されています。で、次にですね、空気の充填包装はできるのかというところで実演いたします。これがですね、結構簡単にできまして、まず集水カップを引き抜いていただいて、で、付属のこういうキャニスター接続ホースがあるので、片方だけ黒いのをポッと取っていただきます。で、後ろにある穴にですね、まあ、ポチポチっと入れていただいて、で、これで完了ですね。あとはですね、まあ、通常通り袋をセットして、ノズルを袋の中に入れて、ロックします。で、開始ボタンですね。そうするとですね、こう袋がどんどん大きくなって、このぐらいになります。あとはもう圧着するだけですね。で、充電放送ができます。
で、こちらの商品ですけれども、まあ、どういうお客さんを対象にされているかという話ですけれども、やっぱりあの大きな袋を真空パックしたいよというお客さん向けになっております。また圧着面ですね、ここ8ミリになってますので、あの非常にもっと何て言いますか、圧着面が綺麗な方がいい、売り物として出すときに圧着面があの厚みがあって見栄えがする方がいい、そういう、まあ、お客様ですね、あの求められる方には非常にいい製品かなというふうに思います。あとはこういう包装ですね、まあ、何に使うのかと言いますと、多分お客様のビジネス次第だと思いますけれども、例えばあの柔らかいもの、鰹節とかそういうのをパックするときにいいかもしれません。ただこれ空気の充填なのでガス充填ではないです。はい。でこちらの商品ですね、発売が2020年の春を予定しております。で実写サイトでですね、あの先行で発売予約等をさせていただきます。自社サイトの方が何せよ最安値で出す予定です。Amazon など通さずに販売できますので、あのマージンかからない分お値段的には安く出させていただくという形になります。また何かご不明な点等ございましたら、下の問い合わせフォームの方からご連絡の方いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。